こんにちは。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は多摩川で飛び物を撮影をしていて改めて気がついたことがありますので、その話をしたいと思います。それはカメラの設定と撮り方についてです。後半の最後には最近撮影した飛び物のスライドショーもアップしていますので、最後までご覧ください。まずはカメラの設定です。使っているカメラはルミックス G9 Pro ですので、このカメラに基づいて話をしたいと思います。機種が変わってもですね、ほぼ同じようなメニューがどのカメラにもあるかと思いますので、参考にしていただければと思います。これまで私は飛び物撮影はですね、マニュアル露出モードで撮ってきました。マニュアル露出モードというのはシャッタースピードと絞りを決めて撮ることができる大変理想的なモードなんですね。これがいいだろうということで、これをですね多用してきました。ところが先日多摩川でですね、堰堤の上からですね飛び込むカモ類をこう狙って撮ったんですね。そうするとですね、背景に堰堤の水流があるものですから、かなり露出がそこに引っ張られまして、私は、マニュアル露出モードでシャッタースピードを1600分の1、 F 値をですね 6.3 に設定をしてるんですが、頻繁にですねこの1600分の1では間に合わなくて、明るいんですね、かなり露出が。それで、3200とか4000とかですね、場合によってはですね8000分の1まで、シャッタースピードを上げて撮るようなことがあったんですね。これまでですね1600分の1にしておけばですね、通常空を飛んでいるようなものについてはそれでほとんど撮れてしまうんですが、こういう状況ではですね頻繁にシャッタースピードを変更して撮らないといけないんですね。そうするとかなり、その撮影中の作業が面倒くさいことになります。そこでですね、なんかもっと便利な方法はないのかなと思いまして、考えてましたら、絞り優先、まあ最も一般的な撮り方ですが、この絞り優先でですね、ちょっと設定をですね、すればですね、うまく撮れるということに気がついたんですね。カメラのですね、撮影メニューの中にですね、シャッタースピードの加減を決めることができるメニューがあるんですね。でここで加減を決めて、それから、さらに ISO 感度を、上限を決めることができますので、この2つを使ってですね、で絞り優先で撮るということが、これはかなり便利だなということに気がつきました。でこのメニューを今、画面に映ってるかと思うんですが、このようにですね、シャッタースピードの加減を設定するメニューで、私は、1300分の1をですね、加減をそこに設定をしました。飛び物ですから、最低でも1000分の1はないとですね、胴体ブレを起こしますので、安全サイドということで1300分の1に、設定をしました。それから ISO 感度、これも限りなく上がっても仕方がありませんので、ISO 感度をですね6400に設定をしました。この設定でですねカスタムセット登録というメニューがありますが、ここにですね登録をすることにしました。C1 には先ほど言いましたように、私は1600分の1と F6.3 のですねマニュアル露出モードを登録していますので、今回は C2 の方にですねこの登録をしました。このように設定をしておけばですね、いつでもダイヤルを C2 に合わせれば絞り優先で1300分の1、それから ISO 感度がですね6400の内側、6400以内で撮影することができます。飛び物撮影ですから、暗い場面で撮ることはまずありませんので、 ISO 感度がですね6400を超えることはないかと思うんですね。もしそういう場面であれば、カメラはですね自動的にこのシャッタースピード
1300分の1をですね、下げて取るようなに、自動調整をします。まあこれはほとんどありえないと思うんですね。ということで絞り優先でですね、1300分の1で、かつイソ感度をですね、6400以内、この範囲で撮影をすることができるようになります。これは大変便利かなというふうに思っています。カスタムセット登録なんですが、一度そういうふうに1300分の1と6400に設定してですね、カスタムセット登録で登録するんですが、それが終わりましたら、その設定した元の値というのはですね、元に戻って、戻した方がいいと思うんですね。そうしないと通常の絞り優先でも1300分の1になってしまいますので、必ずセットが終われば元に戻すようにしてください。2点目はですね、オートフォーカスモードですね。これは私は何度か話をしているんですが、1点のオートフォーカス、ここにですね、鳥認識を今 G9 では入れることができるようになってますので、これで撮っています。この鳥認識っていうのは、この1点の周りにですね、あまり離れたところには認識をしません。この周りの方でですね、ちょっと外れたような場合に、救済をしてくれるので、使ってます。ただですね、あまりスピードが速い、飛んでるもののスピードの速いものにはですね、合わせてくれないんですね。まだそこまで、進化をしていませんので、G9 の後継機、これにはそういうことが可能になるかとは思うんですが、現状はあまり早いとですね、認識はしてくれません。まあただ、ちょっとゆっくり飛ぶようなものはですね、うまく合わせてくれて、救済をしてくれますので、私は使っております。でそこなんですが、まあその話は置いといてですね、この間は園庭の上から下にですね、ジャンプして降りていくカモ類を狙ったんですが、このですね、チャンスっていう、まあ、1秒ぐらいしかないんですね。これで大変撮るのにですね、苦労しました。1秒間の間にその、カモにですね、オートフォーカスポイントを当てて、でなおかつ飛んでる方向にこうカメラを振るということをしないと、うまく撮れませんので、それをですね、何度も何度もやりました。まあ何枚かうまく撮れたんですが、通常はカメラをですね、横に飛ぶものを撮ることが多いですから、左から右、あるいは右から左にカメラをですね、こう振りながら撮ることが多いんですが、この斜めの動作っていうのはですね、慣れてないもんですから、非常に難しいなというふうに思いました。まあこれも一つのですね、勉強かなと思って、結構撮ってたんですが、まあそこで、大事だなと思ったのは、とにかく、最初のですね、野鳥を見つけて、そこに、オートフォーカスのポイントを当てるときですね、この最初の段階でしっかり当てるということの大事さというのを感じました。これが当たってないとですね、いい加減にシャッターを押してしまいますと、まあもうほぼ 100% ボケ写真ですね。やはり一発目でいかに当てるかと、ここにですね、集中して撮る、この大事さをですね、感じた次第です。ですから皆さんも飛び物を撮るときにですね、この一発目でいかに当てるか、ここにですね、集中して撮影をですね、するように心がけてみれば良いのではないかというふうに思います。それでは最近撮影しました飛び物のスライドショーをご覧ください。
以上が今回の飛び物撮影で気がついたことになります。今日の話はですね、カメラを、G9 Pro での設定をした話になりましても、機種がですね異なっても同じような設定ができるメニューがあるかと思いますので、それぞれ工夫をしてみていただければと思います。何らかの参考になればと思います。本日は以上で終わります。野鳥たちに配慮をしながら撮影を楽しみましょう。